テストが終わりました。もちろん G エンドの方で、もう古典と物理は積んだわ。まあ明日から普通に動画を上げていきたいと思います。で、今日はオフ会のお知らせをしたいと思います。だいたい予定が決まりました。3月10日、場所は埼玉スーパーアリーナ近くの欅広場。駅から近いから行きやすいってことで欅広場にしました。俺も行ったことないから欅広場より詳しい場所は言えないけど、ツイッターで居場所は常に報告します。9時に福島を新幹線で出たとして、11時くらいには埼玉のその欅広場近くの駅に到着しそうかなって感じです。コラボ動画を撮るっていう人はネタを考えてきてください。何かやってくださいっていうのはちょっと俺には無理です。で、やることなくなったら周辺でご飯食べたり、どっか買い物をしたり、どっか行って買い物したりとかしたいと思います。で、多分超グダグダになるだろうから、そこはご了承の上で来てください。で、平日でも間に合うくらいに、学校終わったからでも間に合うくらいの時間までは埼玉、欅広場の周辺のどっかに絶対いたいと思います。で、埼玉で遊んだ後は宇都宮の方に行きたいと思いますね。で、そのまま泊まって翌日は宇都宮の方で遊んでるので、まあ、会えたら嬉しいですねって感じ。もう宇都宮の方ではオフ会にはしません。と、まあこんな感じですけど、俺の他にも何人かクリエイターの友達が来るみたいです。だからぜひとも周辺にいる人、あとは3月10日平日だけど学校に行かないっていう人はぜひとも来てください。ちなみに俺はあくまで俺の自分の学校の入試の日だから、学校をサボって行ってるわけではないです。じゃあそういうことでね、楽しみにしてます。誰も来なかったって言ったらちょっと悲しいけどね。じゃあぜひチャンネル登録、高評価お願いします。あとツイッターの方もオフ会のシーズンになったらめっちゃ使うことになると思うので、ぜひともフォローの方お願いします。